アジスチプト国際空港は、インドネシア、ジャワ島の中部南岸のジョグジャカルタ特別州、スレマン県にある国際空港である。第二次世界大戦の時、マグーの地に滑走路が作られた。空港名のアジスチプトとは、1947年7月29日、インドネシア独立戦争において、インドネシア空軍のダコタ VT クラ作戦で、 オランダ軍に撃墜されたパイロットであり、彼の名前を記念して名付けられた。この空港が国際空港になるまでは、ジョグジャカルタ市民が国際路線を利用するには、ジャカルタのスカルの張った国際空港やバリ島のラ大国際空港等で乗り継ぐ必要があった。しかし、30年にわたって市が国際空港化を目指した。結果、東空港は2004年2月21日に、 国際空港となった。最初の国際線は、インドネシアのフラッグキャリア、ガルーダインドネシア航空の、クアラルンプール国際空港行きのフライトだった。ただし、ガルーダインドネシア航空は現在は東空港、発着の国際路線の運航を終了している。現在は、エアアジアが、クアラルンプール便を、インドネシアやアジアとシルクエアが、シンガポール便を就航している。 この空港は2006年5月27日のジャワ島、中部地震による損壊が激しく、滑走路にはクラックが入り、国内線出発ラウンジは崩壊した。2日間閉鎖され、隣接するサロのアディスマルも国際空港に、大体発着、または、フライトキャンセルとなった。2006年5月30日、国内線ラウンジが再建されるまで、国際線ラウンジを強用した。また、 2010年には近くに位置する村ピサンの大噴火が発生し、火山灰が航空便に影響を与えるとして、この空港は数日間閉鎖された。この期間も乗客はアディスマルモ国際空港、スマランのアフマドヤに国際空港に行き先変更されたり、他の交通機関を利用したりした。ジョグジャカルタ市中心部から西方にあるクロンプロゴ県に新空港が建設され、 2016年5月に着工。2019年5月に部分開工した。詳細は、ジョグジャカルタ国際空港を参照メイガー王駅。ジョグジャカルタ市内へ向かうトランスジョグジャが乗り入れている。ローカル線のメイガー王駅があり、ジョグジャカルタ駅やソロバラパン駅と接続している。ありがとうございます。